飯田市保健課の塩澤です。今回は生後9ヶ月から11ヶ月の離乳食の進め方をご紹介します。生後9ヶ月から11ヶ月は離乳後期と呼ばれる時期で、1日3回食になります。少しずつ大人の食事時間に近づけて、11ヶ月頃からは家族と一緒のテーブルについて楽しく食べられるように工夫してみましょう。離乳食を先に食べさせてから母乳やミルクを与えます。こちらが後期の食事です。ご飯は5倍がゆです。おかずは歯茎で潰せる硬さに、指で潰せるバナナくらいの硬さが目安です。鉄分が不足しやすいので、マグロやカツオなどの赤身の魚や肉などを取り入れてください。お菓子やジュースはまだ早いです。甘い味を覚えさせないように注意しましょう。白湯や麦茶をコップで飲む練習を続けましょう。手づかみ食べの時期なので、手づかみ食べしやすい食事を取り入れましょう。手づかみ食べは食べ物を目で確かめ、手と指で掴んで口に入れるという目と手と口の協調運動です。また自分で食べたいという意欲の表れなので、十分に経験させてあげましょう。また食事の前はしっかりと手を洗いましょう。飯田市では毎月離乳食講座を開いています。離乳食にお悩みがある方はぜひご参加ください。また電話での相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。